します。では早速今野さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ご紹介に預かりましたカール・ハンセン&サンジャパンでセールスしております今村と申します。よろしくお願いします。ちなみに、ワイツェアとかカール・ハンセンの商品持ってますって方、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。今日そしたらメンテナンスどうするかみたいなところをメインでちょっと気になる感じですよね。はい、ありがとうございます。でメンテナンスの話の前にカール・ハンセンデンマークの会社でワイツェアっていうものを皆さんご存知なんですけれども、あんまりカール・ハンセンの会社のことをご存知ない方が多いかなと思うので、ちょっと簡単にカール・ハンセンこんな会社ですよっていうお話を最初にさせてください。カール・ハンセンですね、今3代続いている会社になっていまして、この人が創業者のカール・ハンセンです。で、息子さんが経営に加わった時にカール・ハンセンさん息子っていう意味なんですけれども、この人が息子ですね。2代目でカール・ハンセンさんっていう会社になりまして、今はこの当時はまだ坊やだったんですけれども、その孫が継いでおりまして、大きい会社に見えるんですけれども、実はすごく家族経営が続いていて、お父さんが倒れた後もお母さんが会社を守り抜いて、で今はその息子創業者の孫でもあるんですけれども、今のナレーションしてたのが CEO なんですけれども、彼が会社を経営しながら、さらにグローバルに世界各国の方にいろいろなプロダクトを届けようということをしている会社になります。これは創業当時はこれぐらい小さなところで、小さな家具工房として特注家具だったりとか貴族に向けての家具っていうのを作っていたんですけれども、一方で一般市民の方も購入ができて、小さな住まいにも置けるような軽快で機能的な家具を作りたいっていうところで機械化を図りまして、2代目の時代49年ですね、ハンス・ジェイ・ウェグナーとの共同をスタートしております。でそこから当時これだけ、ここの1908年は実はこの小さな一角で工房としてスタートしているところから、どんどん工場を大きくしていって、今はなんと4万1500平方メートルくらいな大きな規模で家具作りをしております。でただ創業110年を超えてずっと変わらない理念っていうのが、ものづくりへの情熱と社会や環境への責任を持って製品をデンマークで生産するというところですね。パッショネートクラフトマンシップっていうところ理念にずっとものづくりを続けております。はい、でここからウィグナーの話と CH24 の話にちょっと移っていきたいと思うんですけれども、皆さんお持ちのプロダクトってやはりワイチェアですかね。 CH24 ですよね。ありがとうございます。ワイチェアですね、ご存知の通りハンス・ジェイ・ウィグナーさんがデザインをしておりまして、彼ですね生涯500脚以上の椅子をデザインしております。でその中でもワイチェアは、ウェグナーが500脚以上作った椅子の中でも一番のベストセラーとなるほどの椅子になっております。でワイチェアですね、デザイン的に切り取るとどういう椅子かというと、リデザインされて作られていると言えます。でこのリデザインって一体何かっていうと、少しデンマークの家具の歴史の話になるんですけれども、デンマークの家具デザイン界でこの方すごく重要な方でして、コーアクリントっていう方なんですけれども、彼が古典の中にモダンがあるっていうことを唱えてまして、どういうことかっていうと、昔ながらの例えばエジプトで出土された椅子とか、椅子の歴史の中で重要とされる椅子って、そのデザインって実はすごくモダンで意味のあるものだった。でそういったものをより深く研究をして紐解いていって、でそれをさらにデザインをし直して、現代に合うように現代の暮らしだったりとかに合うようにデザインし直すっていうことを提唱しているんですけれども、実はワイチェアもこのリデザインが何回も繰り返されてできている椅子なんですけれども、一番最初のルーツは1368年、1644年もう13世紀17世紀、何年前ですかね、400、500年前にデザインされている中国の椅子、クアンイーって椅子なんですけれども、これが起源、ルーツになっています。でウェグナーはこれを椅子の歴史の写真集
で見つけて、これよりデザインして、まあ、今の暮らしによりフィットするように、かつ自分らしいデザインを加える椅子をデザインしようっていうことで、まずこうチャイニーズチェア、チャイナチェアっていうのをデザインしていきます。でそこからさらにリデザイン、もう一番最初はここからこの椅子をもっと良くしようっていうところから、ウェグナーのデザインをいくつも重ねて、で結果としてできたのが Y チェアになっております。なのでベースとしては中国の椅子ではあるんですけれども、そこからウェグナーがデザインをいくつもいくつも重ねていって出来上がっているのが Y チェアになります。で、こんな感じですね。中国の民材の椅子からチャイナチェアっていうものが生まれて、ちょっと随分飛ばしますけど Y チェアっていうのが生まれているんですけれども、このここからここっていうのは結構デザインが似ているんですよね。まあ見て感じることとしては、おそらく座りやすくするためにこの辺の椅子の抜きをなくして上に持ってったとか、ちょっと長く座れるようにクッションを引いたりとかレザー張りにしたとか、あとアームの部分ももう少しこうシンプルなラインにしようとか、おそらくこういうことがまでデザインされていると思うんですけれども、このチャイナチェアっていうところから Y チェアに行く段階で結構大きく変わった点がいくつかあるんですが、チャイナチェアってお値段どれくらいかって、Y チェアってあれですよね、10万円かぐらいで今ここにいただけるんですけれども、この椅子いくらくらいするかって誰かご存知の方いらっしゃいますか？予想でも大丈夫です。まあこれはすごく歴史的な椅子なのでプライスレスではあるんですけれども、まあ10万円前後の元になった椅子、20万。100万。100万。いい線来ましたね。今仕様によりますけどチャイナチェアって100万円は超えます。そうですですよね。そうなんですよ。なので一番大きくまあ、リデザインされて私たちにとってというか民衆にとって良かったのは価格がすごく落ちたんですよね。この時代でいくと本当に一部の方しか手に取ることができなかったんですが、まあ、いろいろな要素をこう削ぎ落としたりとか、まあ、カール・ハンセンが得意な機械加工で加工ができるデザインにしたりとか、いろいろな工夫を重ねて皆さんでもちょっと頑張ると手に入るような価格帯になったっていうのがすごく大きなところになっています。はい、私たちは、まあ、機械加工を上手に取り入れたことによってコストダウンに成功して、で、まあ、Y チェアベストセラーの椅子が誕生したっていうところなんですけれども、じゃあそのコストダウンなんでできたのかっていうところがこの Y チェアの作り、まあ、結構面白いところになっているんですけれども、この一番の特徴ですね、 Y の部分ですね、 Y チェアの名前の由来でもあるんですけれども、この Y パーツがやはりまあ、コストダウンだったりこの椅子のすごく大きな秘密を持っているところでして、 Y チェアってなんでここ Y になってるかっていう Y ですね。なんか結構皆さんに聞くとこう手が入れやすいとか見た目が良かったとかいろんなお話があるんですけれども、実はこれがコストダウンできた大きな一番のポイントなんですね。このお写真、上がチャイナチェアになるんですけれども、チャイナチェアとかあとその前の中国の椅子ってここが平らなんですよね。このパーツが平らで、このパーツになる部分ってまずはご覧いただいている通りにこれこういうカーブを描いてますよね。背もたれに合わせてですね、座った時にちょうどいい具合に背中が当たるように曲線になっている、まっすぐだとすごく座りにくいですよねっていうのが一つと、あとはこの背もたれのアームと背もたれが一体化している部分ってカーブを描いているのでハの字じゃないですか。なのでここも曲がっててほしいんですよね。なのでこの部分っていうのはこういうカーブとこういうカーブ、2つのカーブが必要な、まあ、3次元の形フォルムになってなければいけないので、そのフォルムを作るのってすごく手間がかかる。職人さんが削ったりとかいろいろな手間がかかるので非常に手がかかり高い仕上がりになると
なんですが、これを実は Y にすることで、すごくシンプルですよね、パーツとしては。なので、実は刺すだけだと、これってパーツとしては一方向にしかカーブしてないんです。なので入らない。なんですが、こういうシンプルな形なんですが、職人さん組み立てるときにちょっと力を入れてあげると、こんな感じに組み立てることによって今こういうカーブが加わったんですよね。シンプルなパーツを組み立ててあげて3次元の形にできるように、ウェグナーがデザインをしたっていうところと、こういったパーツを作る加工技術をカール・ハンセンが持ってたっていうところを組み合わせてこの加工が実現しているので、なのでもうちょっと加工がシンプルに、シンプルなパーツを職人さんが組み立ててあげることでこの形を実現できるようになったので、皆さんが手に取っていただけるようなコストダウンにつながっているというところが大きなポイントになっています。はい、あとはウィッシュボーンチェアなんて呼ばれるんですけれども、ウィッシュボーンって鳥の鎖骨なんですが、アメリカとかってこの鳥の鎖骨がこの Y の形で出てくるとラッキーチャームになるらしくて、日本以外では結構ウィッシュボーンチェアなんて呼ばれていたりもします。はい、でこのバイチェアなんですけれども、ちょっと今日パーツをお持ちしているんですけれども、全部で14のパーツから出来上がっています。分解すると14個になります。で生産の工程としては100以上の工程を経ているんですけれども、この生産の工程としては機械加工でできる部分は機械で加工をして、例えば今このアームのアルタウンですか、はい、これが原木なんですけれども、これを削り出すっていうところは機械を使って加工しているんですけれども、ここから機械で加工でできたものをサンドペーパーをかけて滑らかな手触りにするだったりとか、あとはこういった接合の調整っていうのは職人さんが手で仕上げをしているので、機械加工とあと職人さんの技術、いいとこ取りをしていいバランスでものづくりをしているっていうのがカール・ハンセンのものづくり特徴なんです。特徴をちょっといくつか挙げさせていただいたんですけれども、大きく言うとシート、座面ですね。座面はペーパーボード、やっぱり、素材で言うと紙ですね。紙を強く寄っているんですけれども、このペーパーボードを一脚一脚職人さんが、全部で120メートルぐらいあるこのビームを約1時間かけて、一台一人一人の職人さんが編み上げている。でこのペーパーコード張りの特徴としては、皆さんお使いいただいているので分かると思うんですけれども、硬すぎず柔らかすぎず、おそらく最初ご購入いただいた時はちょっと硬いかなっていうところなんですが、ずっと座り続けていただくとどんどん柔らかくなっていって、自分の座っていただく方のお尻の形にどんどん馴染んでくるので、座り心地っていうのはどんどん良くなっていくっていうのも特徴の一つになっております。はい、ここちょっとものづくりこんな感じで作ってますよ。でここは機械で加工しているんですけれども、機械で出てきたものを職人さんが一つ一つ手で仕上げをしていってるっていうのは、これ1950年代の写真なんですけれども、昔と変わらずにものづくりをしております。はい、で組み上がったものもきちんとデンマークの方で検品をして世界各国に出荷をしているという形です。ね、はい、でここでちょっとペーパーコード貼るの、約1時間なんですけれども、20秒ぐらいにシュッとまとめた動画になってますので一瞬で終わってしまうのでちょっとよくご覧ください。最初はこんな感じでもう枠しかないんですよね。ただの木枠のところに熟練した職人さんが巻くとこんな感じで綺麗にペーパーコードが貼られて完成するのを、大丈夫ですか？スタートしますよ。はい、あっという間に仕上がってしまったんですけれども、何にもガイドがないところ
フレームにこう職人さんがぐる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 回りながら、もう一回ちょっと見ながら感じますね。外側からこう巻き込んでいくんですけれども、均一な力で、かつこう折りたたむ部分をしっかり折り目をつけて、で力加減がちょっと変わってしまうとガタガタになってしまったりとか、あとは綺麗に貼られている段がちょっとこれ貼ってあるんですよ。ここがまっすぐなんですよね。ここが力が均一でないとガタガタになったり、あとは緩すぎるともう使って3ヶ月で緩んだりするんですけれども、熟練の職人さんがしっかり編み上げるとだいたい平均10年以上使っていただけるようなしっかりとした仕上がりになります。こんな感じでガルファンセのバイチェアを作っております。はい、で職人さんも自身の仕事にすごく誇りを持って働いてくれていて、もうバイチェアが大好きなんでバイチェアの服が入ってきたりとかこの職人さん一番もう長くて今年7年目ですかね、張り込みの仕事をずっとやってくれている方で、まあ職人さんはこんな感じで後ろどちらかというと和気あいあいとリラックスしながらものづくりをしているっていうような作り方になっております。はい。